入るもことのですというわけなんですけどもね、はい、いや今回はですね、愛知県の佐賀山に来てます。はい、まあね、佐賀山って言いました、東京でいう高尾山とかね、関西でいう金剛山とかね、まあそれぐらいね人気のある山なんでね、一度何年前かな、あの 7,8 年ぐらい前ね、3回ぐらい行ったことあるんですけど、久しぶりっていうところでね、今から佐賀山に行きたいと思います。じゃあそんな感じで今から佐賀山に行ってみよう。はい、今日のデビューアイテム、このハイテールデザインズの、ボディバッグですね。僕いつもサコッシュ派なんですけどもね、初めてやったんですけども、なんか結構ねずれたりとか最初してたんですけども、なんかポジションが分かったら結構使いやすいですね。はい、まあ、こういうアルプスとかねサコッシュ邪魔になる時があるんで、これをちょっとね、どん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 ヘビロテで使っていきたいと思います。はい、服は出没注意、バイクから始めてこっちの方買ってみる、日本カモシカ、バイクでキャンプ、日本カモシカはまあ怖くないと思うけど、まあちょっと装備が被る、スキノワグマという注意ですね。そうですね、共通するもの、しばらくねこういう平地が続きます。今日はサロンメンバーの方が登ります。あ、やってますね、観光みたいな感じですね。あ、はい、ですね。なんかね、今日朝8時半に来たんですけども、なんか第一駐車場、第二駐車場があるんですけど、そこギリギリ行けたみたいな感じですね。はい。まあちょっと行きましょうか。これはこれ、あ、すごいですね。これ赤い水車、名物のね、癒やされますね。赤い水車があります。この辺は8年前と変わらず、ちょっと氷がありますね。はい、気温がね 4.8 度から 2.2 度になりましたね。結構寒いですけど、なんかでもそんな肌感はそんな寒くないですね。でね、この佐賀山ってのはね、佐賀山っていうね由来をちょっと調べてみたんですけどね、なんかね、どっか天皇がですね、可愛がってた猿がおって、でそこからなんかの猿が結構いたずらすると、でいたずらしてちょっともう腹だったんでね、こう海に放り投げたとね、海に投げ捨てた、でそこからね猿がまあなんかまあそう怨念かどうかわからないですけど、山に住み着いたっていうところね、どうしようもねいきさつだなっていうところがありますね。あ、まあまあそんな感じであるんですけど、こう海遠いんちゃうか思いながらね、何キロあんねんこの佐賀山から。まあまあでもそういう風な言い伝えなんでね、なんか佐賀山ってポップな名前なんですけど、なんかやってること内容聞いたらちょっと悲しくなるっていう山ですね。はい、はい、佐賀山の分岐点着きました。ここから山頂 3.4 キロ、1時間40分。ボロボロやな、ほんま。そうですね、東の宮ルートに行きます。カエル石とかいろいろあるんですね。とりあえず休憩所を磨きましょうか。ここのすごい整備された道ですね。現在地ここまで来ました。で次ここから休憩所まで行って、途中トイレありますね。途中トイレあるんかね。ここまで行って、結構すごい時間がかかる感じです。629m まで、まだまだです。この感じ、日本の山独特の杉林、日本の山独特の細いな、ここのやつ。めっちゃ細いな、ハンモックできへんぐらいの細さ。休憩が着きました。
憩しましょう。いい感じ。土岩みたいになってる。すごいな。岩がすごい。なんか手がこっち側に。なんか地図で載ってましたよね。なんとか岩だかなんとか。ああ、これ外岩のボルダリングみたいな岩あるじゃないですか。気が邪魔やけど。ああ。どっかわかんないですね。あっちでしょうね、栄えてるから。分岐来ました。はい、トイレに行きたいんでね、ちょっとどうしよう。あ、でも多分おそらく、あ、まだ、あ、すいません。あ、これ一旦左行って右の方がいいですね。右の方トイレになりますね。まあ、東の宮ルートに行きたいんですけど、トイレに近い方に行って、でまた東の宮ルートに戻るみたいな感じなんで、はい、こっち側って一回左行って右に行きましょうか。はい、はい、あ、思い出しました、思い出しました、トイレありました、ここに、はい、トイレがあります。中間地点にトイレあるのかな、山頂ではなし。帰りもここ寄る感じですね。東の宮に着きました。3年ぶりだから懐かしいですね、いろいろと思い出します。こんな感じでトイレが洒落たザック掛けがあります。こういう感じで掛けてます。はい、東の宮に行きます。うちつきのワグマ注意って書いてあるけど、そんな出るんか。やたらアピールしてる。怖えな。あと東の宮に着きました。西の宮の方もあるみたいですけど、あ、ここでお祈りする感じなんですね。はい、ちょっと行きましょうか。あ、帰るでしょ。すみません。はい、あ、カエル石ですね、有名な。はい、あ、落書きはしないで、あのね、このカエルの落書きは OK ということで。こういう感じ。こっちよりね、なんかこっちの方がすごいあれですね、カエルっぽいですね。足があって、こっちのもすごいカエルっぽい感じです。カエル岩。久しぶりに見ましたね。ここから見たらカエルっぽい。かわいい。これちょっと上に登っても炎上しそうな匂いがしますね。そうですね。知らんけど。ちょっとやりたいですけど、そうですね。はい、まっすぐ行かずにこっち行っても行けそうなんで、こっち行きます。行きましたね。多分これ山頂ちゃうかな。さなぎ山、あんたけさんが、視聴者さんからいただきました八王子ソウルフードミンミンのラーメン、これ一回家で食べましたけど美味しかったです。タミカワコーヒー焙煎所さんから、いただいたコーヒーで、飲みたいと思います。あ、御嶽も結構見えますね。白山も結構見えます。綺麗ですね。で、あれが、あ、息吹も見えるのか、すごいな。息吹どれだろう、もうコットになってるやつかな。ちょっとこれじゃ分かりづらいんですけど、コーヒーもゆっくり飲んで今から下山したいと思います。なぜこれ、さなぎ山の、はい、いらっしゃいます、いらっしゃいます。めっちゃ怖いじゃないですか、こんな人。こんな人いらっしゃいますじゃ、めっちゃ怖いじゃないですか、これ。怖すぎるでしょ、この人。129か。カエルまで戻ってきました。ピストンなんでね、おさらいみたいな感じで書いてます。結構日曜日やから人が多いですね、ほんま。よいしょ。
トイレに戻りました。行きましょうか。この緑の橋がやたら出てきますね、このコース。4つか5つぐらい出てきます。終わりました、ね、あとはもうこの舗装路だけなんで、ほぼ勝ち戦ってことですね。はい、今回結構あれですね、膝の歩き方を成功線に習った歩き方をすればだいぶ痛みはマシでした。多分この歩き方を知らんままやったら結構痛めてたと思いますね。はい、まあそんな感じで、また次にまっすぐ行きたいと思います。はい、はい、さなげ山降りました。はい、いや今回なんですけど、さなげ山ね、久しぶりに登ったんですけどね、ちょっとどっちかというと金剛山に近いようなあの階段がね、たくさんあって登りやすい山でしたっていうところで、僕もリハビリにちょうどいい山やったんでね、まあ、初心者の方とかね、そんなに厳しい山には登りたくないわっていう人には非常におすすめの山です。はい、いやね、まあ、そんな感じで、また光太郎チャンネル、しばらくは低山を登って、ね、やっていきたいと思いますんで、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。まあそんな感じで、ほな、さいなら。